西洋県は東京で初めての西洋料理店で日本におけるフランス料理店の草分け。また、西洋文化を東京に広めた場所の一つである関東大震災により消失した。明治維新後、東京には本格的な西洋料理店がなく外国からの洋人の接待に不便をきたしていたことから、 1870年、岩倉ともみに仕えていた北村重武が岩倉の資源を受け、皇居前の東京市京橋区馬場崎門に築地西洋圏ホテルの建設を開始し、1872年に開業した。同年に銀座大火で消失したものの、翌年には京橋区う目町32の33番地において本格的に開業した。建つは200坪 12客室のあるホテルレストランで西洋料理の出前や外国貴品との交流がある日本人への西洋文化の指導なども行い東京に西洋文化を広めた初代料理長はスイス人のカールヘス2代目シーエルネップ3代目富山新一郎4代目西尾マスキ5代目鈴本敏夫その後も秋山徳造 関塚騎平と日本の西洋料理市場の名料理人を輩出した。開設された1915年から1933年まで東京駅丸の内駅車内に併設された東京ステーションホテルの営業も受け負っていた。上野公園が開設されたと同時に支店として上野西洋圏も開業し本格的なフランス料理店を目指した。1923年 関東大震災により、築地が全焼したため、以降は、上野西洋圏が、西洋圏の本店となった。うねめ町にあり、西洋料理を兼ねて、ホテルを営業とす。現在の建物は、近年の建築にかかり、欧米各国の最新式を採用して、さらに新規軸を出したるもの。設備完全にして、旅客の宿泊、宴会には最も便利なりと評された。 ありがとうございます。